今回は最近のトイプラネット購入品紹介をしたいと思います。3店舗分ですね。え、それぞれね、お買い物中動画は出してるんで、よかったらご覧ください。まず時系列順に行くと、伊勢崎店さんからですね。まあ、この2体なんだけど、まずバルカンね。はい。ノーマルバルカンですよね。アサルトウルフでいいの違うなんだっけ、まあ、バルカンの一番初期フォームですよね。 バルカンすごい本編でも僕ね、良かったなと思ってるんだけど、結構好きなライダーですね。はい。ただね、01関係のアイテムって、この800素振も含めて、あんま安くならない傾向なんですよね。なぜか。なぜかっていうか人気なのかなだから、これもね、やっと手に入ったって感じなんだけど、まあ、100円コーナーにありました。はい。100円で手に入りましたよ。やったぜ。トイプラさんの中でもね、 100円コーナーにある時と、あと割と最近のやつ、例えば今だったらセーバーとかは、ショーケースに入ってて300円とかするときも多いんだけど、よかったっす。いいね。これ、800サイズの大きい素フビで。最近のなんでやっぱスタイルがいいですよね。すごいかっこいいと思います。最近のね、公園でおもちゃ遊び動画でもね、登場してますね。もうすでに使ってます。そしてこっちね、えー、バルカンの、 強化フォームですよね。強くなったバージョン。かっこいい。いいね。これも同じく100円コーナーにあって100円でした。これですね。これもやっぱスタイルいいね。あ、足、足ちょっと変わってるんだ。これ片足だけこんな感じなんだけど、両足爪みたいになってるんだね。まあこれも100円でね。ホベルトもよくできてますね。 解決、はい、しました。次が、藤岡店さんかな確か。だよね。で、これね、もう、怪獣ソフビコーナーでもう、真っ先に見つけたんだけど、はい。えー、ケルビムですよね。ケルビム。メビウスの怪獣だっけに出て,てくる怪獣だよね。まあ、多少傷はなくもないんだけど、まあ、俺とかはないんで。はい。なんと、これがね、280円なんですよ。税抜き価格か。 安いですよね。うん。これはね、なんか、ツイッターにもツイートしたら、わ、もう6月の運全部使えましたねっていうコメントをいただいたぐらい、やっぱラッキーなものみたいです。はい。僕もね、これ買った理由は、アメビウスの怪獣だし見たことあるから欲しいなとは思ってたし、まあ、見てね、良かったから買ったんだけど、あとまあ、あんま見かけないですよね。うん。基本見かけないかなと思って。 あと、まぁ、持ってないやつとかは基本買っていくようにしてるんだけど、安かったりしたら、なんとなくなんか,か、感覚で分かるようになってきますよね。これレアかレアかじゃないかとか。あと、欲しいかどうかかな。ね、280円。いいですね。これと、あ、これね、ついに買っちゃいました。ジードクロー。確かまだ持ってなかったと思うんだけど、えっとね、500円ぐらいでは箱付きとかでよく見かけてたんですよ。 ただ僕は箱なくていいなと思うタイプなんで遊ぶだけでいいから。で、これ780円から値下がってって、あ、もっと上高い時あったのかなあ、一番最初は1399円があったんだ。で、999円、780円、180円で、特価コーナーにあったので、もう180円になるってことでついに買いました。まあ、100円になる可能性もあるんだけど、100円になったとしても、 110円なんで、70円の差なんで、まあ、だったら180円でもいいから、もう後悔しないように買っちゃおうかなと思って買いました。ジードクローですね。はい。ちょっとこれ開けようかな。180円ならね。よいしょ。ベリベリを取ると。よいしょ。ベリベリをゴミ箱に入れて。ああ、いいね。結構状態がいい。 綺麗。<laughs> あ、買い取り動きましたって。これがすぐ取れるんですよ、このシールは。取りやすいシールなんでね。買、買い取り動きましたってことで。あ、電池入れなくても一応回るっちゃ回るんだ。自宅だー,ーっつってね、朝倉陸が使ってましたね。あ、いいね。これ本編通りだわ。このサイズ感もちょっと小さめか、大人には。でもまあいいですね。 多分電池入れると音が鳴るのかなうん、いいですね、これは。やった。ジード面白かったし。あ、よくできてる。あーよかった。180円、ジードクロー。あーあー、ケルビンが倒れた。よし。これはね、よかったですね。さあ、ラストが、えー、大田店さんですね。今動画出してってるんだけど。で、買ったのが、まずね、特化コーナーでね、撮影が終わった後見つけたんだけど、 280円で6月21日入荷。280円。まあ、税込みだと308円かな。これ、ポケモンの一番くじの、えー、チビちびきゅんキャラの、ちびきゅんキャラのミニュウツーですね。はい。プラスこのステージがついてるっていうのはポイント高いなと思って。うん。まあ、ベストウィッシュの頃のやつでちょっと古いから、あと中が結構ガチャガチャいってるから、心配なんだよな、これ、ちょっと。うん。 あと、ドッカコーーで他のこういうね、あの、チビキンキャラで出てたみたいなんだけど、武蔵小次郎と佐藤氏欲しいよね、特に。まあ、ミュウツーもかなりいいんじゃないかな。大人もポケモン。このシリーズよくありますよね。で、まあ、ベスト一種のね。はい、ミュウツーですね。ただね、特攻なってことは、ね、見てわかるんだけど、もともと580円とかもうちょっと高くも売ってたんかな、この前は。580円、その前の値段があって、それから値下がって280円になってるんで、 だいぶね、売れ残ったっ、ぽいんですよね。だから、中がね、してもガサガサ言ってるからね、折れとかあるんじゃないかなっていう心配。まあ280円だから、まあ最悪ね。まあ我慢かなっていう。ちょっと開けてみます。パカ。あ、いるね、ミュウツー。いるね。あ、よかった。ミュウツーが折れてなければ問題ないですね。特に。あーでも、汚れがあるな、これは。あ、ちょっと、あ、でもけば取れそうな汚れかな、これは。 そうだね。ウェットティッシュ感から吹けば。ミュウツー。稼働しないんかな一応ね、ここ台座がありますね。台座にこう、ドスンと乗せると。あ、いいね。ミュウツーでしょね、ミュウツーからのステージ。空っぽかなで、ステージですね。あー、なるほどね。どうなってんの <laughs> あーなんか、細かいパーツもある。あーなるほど。ちょっと時間変えりそうだな。これを、なんか、こういう下にはめて、乗せていく感じで、ステージになるよっていう。ステージというか、あの、ま、ステージか。ステージになるよっていうね。これ何の背景だろう。なんか、闘技場みたいな感じかな。ポケモンはね、戦う運命にあるからね。基本的に。ミュウツーはいいね。 いいですね。ちょっと汚れがまだ目立つかな、この。まあ、280円でこのステージも付いてるって考えるといいかなと思います。さあ、そしてラスト、これですよ。大田店さんで買ったね、結構大きい買い物なんですけど、なんと、ウルトラマンネオスのパーフェクトコレクション DVD ボックスです。最近、ブルーレイのやつが出てるんだけど、これね、DVD のやつなんですよ。で、DVD の方がいろんなプレイヤーで再生しやすいから、 あの、DVD がいいなと思って、買ったんですよね、これ。DVD の方はい。2011年でしたんかなで、に出たのか発売されたんかなで、もちろん全話入ってて、なんか特典映像みたいなのもあるのかな封入特典とか特典映像とかあるんだけど、これなんとね、やばいんですよ、これ。12枚入りです。ただ、問題があって、1枚につき1話しか入ってないんだよ、これ。 お、こういう絵、絵柄いいね。ザムリベンジャーとか。りディスク1枚で1話かと思って。あの、見るときにディスクの入れ替えがめんどくさくないんすかこれ。ちょっとね、それを買った後に気づいたんですよね。で買ったときに、あの、レジで確認してたんですよ、中身を。あの、店員さんに言われて確認したんだけど。そのときに、あー、ちょっとめんどくさいかなと思ったんだけど、一応買ったんですよね。お、いいね、こういうね、読み物もあって。 チらしも入ってて。ただ、んー、んーって感じじゃないそう、ちょっとね、入れ替えがめんどくさいから、ディスクの。あ、ブルーレイの方が良かったかなって思ってたら、これね、えっとね、税込みで、えー、トイプラさんで505、あ、5500円ぐらいで買ったんですよ。そうそう、これね。そしたら、するガや買い取りが、9000なんすよ。そしたら、 これは、一旦、特典映像だけ見て、あと、ブックレット読んで、鶴屋に売って、9000円返ってきたお金で、ブルーレイを買うっていう手段に出ようかなと思ってるんだけど、どうかなだって、1枚ずつだとめんどくさくない入れ替えるの。1話が1枚だから。しかも、1話30分ぐらいじゃん。せめて、リスキー1枚に4枚、四話ぐらい入れてほしいんだけど、でもまあ、いろいろあるのかな特典映像が入ってたりとか。 あと、この、厚みを出すためとか。確か、定価がね、これ3万ぐらいするやつじゃなかったっけな。高いんですよ、これ、当時価格。ウルトラセブン2はーーもいますね。まあ、あのね、ネオスは見たことあるんですよ。あの、VHS は持ってるんだけど、昔ヤフオクで買ったんだよな。あ、3万円で書いてある。うん、高いんですよ、ね、結構、定価は。高すぎでしょってぐらい高いんだけど、まあ、 パーフェクトコレクション DVD ボックスだからね。全12巻の DVD がボックスとなって発売っていうことで。うん。まあ、これ5,500円くらいで買いました。はい。うん、どうしようかなと思ってね。売ってそのお金で、ブルーレイ買おうかなと。ブルーレイは別に今 Amazon とかでね、12,000円くらいかなって買えなくはないんだけど、そうなってくるとパワードとグレートも買いたくなりますよね。 パワードとグレードは DVD 出てないんじゃないかなブルーでだけだった気がするんだけど。もしかしたらレンタルアップとかはあるかもしれないけど。ちなみに NEOS のレンタルアップ DVD で4,980円で、全はあの、Amazon で買えなくはないです。レンタルアップなら。まあ、ただ、こういう特典映像とか、ブックレットとか、このボックスですよね。いや、このボックスいいんだよな。そういう満足感が半端ないっていうか。 いや、この絵柄がいいですよね。これはね、おおあ、これラスボスだ。ラスボスっていうか最終回なんで、敵、まあラスボスっていうかな、うん。いいね、こいつとかフィギュア化されてないでしょ、多分。してほしいよね。ソうビ化はされてないね、確実に。いやー、激アツだな、これは。見つけてびっくりしたもん、安くて。お、ニュースの DVD あるんじゃんと思って値段見たら5000、ね。 ま、税抜きで5200円くらいだったから、もっと安かったっけど、5000いくらいだったから、安っと思って、撮影してる時に見つけたんだけど、買っちゃいました。あ、いろんなジャム星人が載ってる。そう、真ん中の、こいつはソフビ化されてるけど、他の方たちはさ、ソフビ化されてないじゃん。ソフビ化したいよね、ぜひ。僕もね、大金持ちになったら、いろんなソフビ出しますから、あの、僕ら世代が、 子供の頃見せた特撮のマイナーな怪獣とかネジレンジャーとかをソフビカしますから僕が。あの結構今さ、ソフビカってあの僕らより全然上の世代もう60歳とか50歳、40歳とかの世代がちっちゃい頃見ちた初代仮面ライダーとかそこら辺の怪人はどんどんソフビカされてってるんだけど平成とか2000年代とか1990年代とかのはあんまソフビカされてないんですよね。 だから、例えば、ゴレンジャーの敵キャラだったら、装備化するけど、メガレンジャーの敵キャラは、装備呼がされてないみたいなもんで、結構デザインいいキャラいますからね、メガレンジャーの敵にも。こういうネオスとかもそうだけどさ、装備化されてない敵ばっかりでしょ。ネオスって、だって、ザム星人と、あと、あの、パイロット版の,あの敵キャラいるじゃん怪獣か。ぐらいだよね、装備化されたの。他にも魅力的な、まあ、ザムリベンジャーは、食眼サイズでは装備化されてるんだけど、 まあ食玩でも装備がされてればいいんだけどね。ただされてないラスボスとかはね、ぜひ装備化していきたいと思います。うん、これね。ぜひ、まあ、いいですね、これは。どうすっかなと思って、だからこれで、まあ一応見るけど、あの、本編っていうかこの辺の、これ辺のアルバム見たいなと思ってて、特典映像をまずね。で、ブックルって読みたいなと思ってて、本編を見るのはやっぱブルーレの方が楽かな。 <laughs> 30分っていうか、本編時代20何分でしょ、多分。それを見て、いちいちディスク変えるのはめんどくさいですよね。うん。まあでもこれはいい買い物できます。安かったです。はい。なので、トイプラネットさんのね、DVD コーナーも皆さんぜひね、チェックしてみると、あの、普通のはあんまないんだけど、特撮とか、アニメとか、あとその辺のサントラとかの CD とかはあるんで、ぜひね、チェックしてみてください。 ということで今回は撮影も兼ねていったトイプラネット、伊勢崎店、藤岡店、大田店でのね、購入品を紹介しました。ぜひね、あの、あれも見てください。あの、店内動画の、お買い物中動画の方もよろしくお願いします。結構ね、伸びてるんで、ありがとうございます。見ていただいてね。はい。それで今回の動画は以上です。評価ボタンとチャンネル登録、コメントをお願いします。それではまた、バイバーイ。